は小国高校の佐々木結衣です。経験年数は8年です。2年生を担当しています。教科は国語です。まずはじめに初任者研修での学びについて皆さんにお伝えします。校内初任者研修では校長先生をはじめベテランの先生方から年齢の近い先生方まで多くの先生方にこれまでの経験を踏まえてお話をしていただきました。そこで自分の目指す教師像というものを少しずつ作り上げていけたと思います。教科の研修では同じ教科の先生方だけでなく他教科の先生方にも授業を見てもらったり逆に見せてもらったりする中でいただいたアドバイスなどは今も授業作りの中で大切にしています。教科指導では生徒が覚えた知識を実際に使ってみるという機会を大切にしています。例えば古典は文法事項など難しいと感じる生徒が多くいるので問題を解いたり教科書の本文を読み取ったりするだけでなく習った文法事項を使って文を作ってみて仕組みを理解するという活動を行っています。この機会を通して学ぶことが楽しいと感じてくれたらとそのように考えています。一番嬉しいと感じるのは生徒の成長する姿を見ることができるときです。できなかったことができるようになったときの喜ぶ姿や頼もしくなっている様子を見てまた自分も頑張ろうという元気をもらうことができます。また生徒たちに教えられることもたくさんあり自分自身も生徒とともに成長できていると感じます。この動画を見ていただきありがとうございます。少しでも皆さんの参考になればとても嬉しいです。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。